んで、最初の一言目、それで大丈夫。ちょっとやってみたいことがあるんだけどさ。めっちゃ無視してくんじゃん。めっちゃ無視してくんじゃん。どこ見てんの誰か来てんの今日。全然こっち見ねえな。もういいわ。何やりたいの。だから、フードデリバリーの配達をやってみたいんだよ。ああ、街中でよく見かけるね。なんなら僕も普段やってますからね。じゃあさ、ちょっと教えてもらっていい？全然いいけど、お店との受け渡しとか案外難しいからね。じゃあまず専用のアプリ立ち上げる。こうやってアプリを起動すると、スマホにお客さんから注文が届くんですよ。ああ、これなかなか注文が来ない、なり待ちの状態ですね。このピカチュウしぶといな。ポケモンのやつでさ、めっちゃぐるぐる回して、駅前にいるわお前みたいなサラリーマン。違う、配達アプリを起動して。ピローン、ピローン。注文来たね。そしたらいよいよ配達スタートです。拒否。拒否すんな。お前さんがやりたいって言ったんだぜ。なあ、黙って書いてあるお店行けばいいんだから。ワークマン。ワークマンはフードデリバリーの対応店ではないな。なぜならフードを取り扱っていないからだ。麺屋早坂だ。そうそう。そしたらピックアップ先の麺屋早坂に向かうんですよ。移動は自転車？バイク？馬。馬。躍動感がすごいね。完全に競走馬だしね。無知入れちゃってるし。ただ配達に馬で移動はちょっと悪目立ちが過ぎるな。白馬だ。色は何だっていいんだからな。お客さんのスマホに前坂さんが馬で移動していますって出るんだよ。馬のイラストがさ、街中駆け抜けだからどん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 自分の家近づいてきたらさ、お客さん怖いでしょ。そのイラストは白馬。色は何だっていいんだよ。早く早く俺のとこに来い。馬から降りろ。こんにちは、ウーバーイーツです。ウーバーイーツだ。ウーバーイーツって何？すっげえ気になる。ウーバーイーツ。まあいいや。じゃあ注文番号と商品名お願いします。A の1234でマックシェイク2つです。メイヤーやったかっつったろうな。話聞いてんのか。あとスマイル。スマイルもマックシェイクもないの。なぜならうちはラーメン屋だから。ラーメンを頼んでくれ。味噌ラーメン2つです。味噌2つね。あー、麺上がるまで5分ぐらいかかるからちょっと待ってて。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、麺上がります。はいよ。ちょっと待って。なんで最後の前が麺上がります。元気よく言った。俺のセリフだから。はい、休憩入ります。勝手に入るな。うちの休憩室に勝手に入るな。雇ってないんだお前のことは。はい、じゃあ水を2つお待ち。袋も2つになります。はい、1つ目。はい、じゃあもう1つ気をつけて。はい。てかさ、さっきからずーっと気になってたんだけど、君その左手何持ってんの。棒。棒？この棒の先端に袋を結んでこうやって飛脚か。いつの時代のデリバリーやろうとしてんの。江戸時代か。おう、ケンさん、今日もちょんまげ決まってるね。江戸の街並み再現しなくていいんだよこれ。江戸っ子ねえじゃないか。前の寿司だとな、楽しくなって変なの入れんな。棒 OK、 棒 OK、 ストップ。あのさ、フードデリバリーやりたいって言ったの全然できてない。ちょっと配達は難しいからさ、うん、今度注文のやり方教えて。ただの客じゃねえか、いい感じでしょ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、こちらがですね、2分ネタということでいろんなネタを見せていただきましたけども、ひとしきり見た感じで、ね、今からね、何がすごい、まず一個伝えたいのは、赤坂はあの学校でそこで照明をやってます。皆さん見えないと思いますけど、半裸でこうやってちゃんとやってます。ちゃんと仕事してます。見えないだけでずっとちゃんとやってます。1枚羽織れば いこれが素晴らしいところですからね。あと早坂漫才うめえんだよ、あいつはすごいな。ちゃんとできるっていうね。はい、コンビでね、今日は登場してもらいましたけど、初々しくも綺麗な漫才。そう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 、ね、年齢の差なんか感じない感じで面白かったんですけど、ね、はい、どういう風に進んでいくのか。進まないよ、大丈夫だ。